お菓子専門店で買ったキャンプにおすすめのお菓子4選と番外編です。はい、いやすごいのセレクトしてきましたね。まず、子供と大人目線でちょっと食レポしたいと思います。ポニフは幸せにとちゃです。肉球みたいな触り心地が癖になるプニフワ食感グミで、ハート型のグミが入っているかも。開けます。プニプニです。後ろは白です。肉球の形だけでなく、レアでハートの形も入っている時があります。はい、では実食、食レポしたいと思います。うん、悪くない。おいしい。うん、これはいいじゃん。うん、おいしいよ。うんうん、おいしい。パニパニレアです。白いところは正体不明ですが、グレープ味には甘酸っぱさがあり、美味しさを引き立てます。おいしい。ぶどうに合います。後ろのヘロクロスは渡りませんが、おいしい。それはジューシードロップグミです。酸っぱいシロップを甘いグミに入れて召し上がれ。はい、グレープ味かぶりですね。こちらは2つの当てるトトロがあるので、まずは立てるトトロ、落ちれないよ、当てると。こんなものです。こんなものです。中は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と入ってました。シロップは鉛筆みたいな、ペンみたいな形をしています。潰れてるやつもありました。ペン型のシロップは当てないといけなかったので当ててみます。開きました。酸っぱいシロップを入れています。蜂蜜みたいです。オレンジ色です。オレンジと黄色が混ざった色みたいです。はい、では実食です。うん、ハードグミですね。酸っぱ、酸っぱくね？うん、酸っぱいの入れすぎじゃない？大丈夫？うん、うん、でも美味しい。うん、酸っぱすぎて味覚が取れません。梅干しぐらいの酸っぱすかもしれません。フルーツモンスターミックスです。どの色がどの味かもうよくわかりません。よし、ハサミで切ってね、ちょっとあげましょう。はい、うん、じゃあ出します。おお、すごい色。長いです。結構ね、柔らかめで、すぐね、ちぎれそうですね。で、赤、緑、黄色、黄色って何の味？まあ、ちょっと食べてないと分かんないですね。では実食です。うん、甘っ。えらい美味しそうに食べるね。甘っ。これ赤いのはよく分からない。
赤いのよくわからない味が。おいしいです。あ、歯でベタつきます。赤いのが 何回食べても味がわからない。後味が残りますね。一応裂いてね食べてみたんですけど、それぞれの色ごとの味ってのはちょっと分かりませんでした。美味しいです、うん、子供は美味しそう、美味しいみたいですね。とにかく甘い。何かお茶が美味しいです。お茶が必要ですね。美味しいです。これはフラッフィーソフトマシュマロです。ヤオキンという皆さんもご存知のうまい棒のメーカーの商品です。まずそれで自分で食べれる量を切ります。長すぎる長すぎる。ここら辺で切ります。切りました。ではこのマシュマロを棒に刺して、あとは焼きます。だんだん焼けてきてます。こんなに焦げ目が。焼けます。美味しそう。では実食です。では食べます。うん、美味しい。ふわふわ、柔らかい。それはポッピンプッチンハンバーガーです。簡単に本物そっくりなハンバーガーを作れますが、電子レンジ使用のためキャンプ場では作れません。子供がとても欲しがったので番外編としてご紹介します。ポッピンプッチンハンバーガーを開けます。後ろにストリタタラ乗っているので、読んでたら作りましょう。では読んでみます。はい、一応点線に沿ってね、ハサミで切ってねっていう、まあ、切り取り線あるんでちょっと切りましょう。でこれがあのハンバーガーシートになるみたいですね。だな。こちらパンの素です。パンの素の袋の中にはケチャップの素とチーズの素があります。こっちはハンバーグの素です。ハンバーグの素の中には、あ、ハンバーグの素が入っている袋の中にはトーラの素とポテトの素があります。最初にトレーを切り離す必要があるので、大人の人に手伝ってもらいましょう。まずポテトを伝うので、トトを伝います。それで水を入れました。では開けてみましょう。を入れます。ポテトの素を入れたいと思います。全部入れる。あ、入れました。では混ぜたいと思います。なんかちょっとさっきと違う風になってきました。こぼれやすいですね。結構混ざってきてね。うん、うん、いいんじゃない。いい感じ。ポテトサラダみたいになってきました、うん、そうね、だんだんマッシュポテトみたいな感じですね。指で押して平らにします。きっとプニプニですね。難しい。できました。今から30秒電子レンジに入れます。冷めるまで待って、冷めたら型からひっくり返して取り出して、ギザギザに沿ってナイフで切りましょう。取れました。
皿ハンバーグの素を入れます。粉みたいですね。よし、はい、入れました。では、さっき使ったスプーンを洗って伝えてみたいと思います。あ、だん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 茶色っぽくなってきました。スプーンにいっぱい取っときますね。じゃあ入れてみたいと思います。ハンバーグはとったらしいですね。はい。あ、入りました、入りました。それを指で押すみたいです。できました。今からパンの素を入れます。その後に水を入れます。はい、では混ぜます。あ、どんどんなんかたたくなってきていきます。あ、ちょっと色が変わってきました。あ、そっちは、あ、ハンバーグとたポテトとたはたたたったのに、パンはなんとまだ柔らかいです。では入れます。うわぁ、手と伝えきりそうですね。できました。次は電子レンジで焼きます。すごいですね。膨らみました。入れます。チーズを包みます。あ、なんとさっきと違う色ですね。混ぜます。あ、粉が飛び散りました。あ、だんだんチーズの色になってきましたね。あ、さっきよりちょっとたたってないです。あ、のせにくいよ。はい、ではだんだんできていきます。あ、難しいですね。できました。切ります。ちょっと切れました。では入れます。では、今からケチャップの素を入れてケチャップを作ります。はい、では混ぜます。お、すぐケチャップの色になってきましたね。はい、ではパンを取り出します。おー、ちょっと難しい。はい、お、パンだ。はい、できました。いきます。はい、できました。切ります。できました。今からトーラの素を入れます。うわ、すごい泡吹いてきた。混ぜる混ぜる混ぜる。え、すごい。
本当よ。できました。今からハンバーガーを作ります。パンの上に乗せます。その上からチーズを乗せます。その上にケチャップを立てます。はい、立てました。その上にパンを乗せます。できました。完成。実はこれ保存料、合成着色料がゼロなんです。一食です。えい、じゃあポテトいただきます。うん、ちょっとあの湿気た時のマクドナルドのポテト、おいしい。なんかパンがふんわりしてさ、ケチャップがちょっと変だけど、ハンバーグも美味しいし、うん、チーズも甘いから美味しかった。人生初のコーラでございますね。いただきます。どう？美味しい。お、いいね。大成功。大成功。もう本物そっくりのような味で、本当のハンバーガーみたいな予想外な味でした。はい、子供が選んだキャンプでおすすめの、お菓子4選と番外編のね、もう完食してしまいましたけれども、ご紹介でした。味はどうでした？あのね、パテタはね、変な味だったけどね、パンはね、ふっくらしてて美味しかったし、ハンバーグも、本物の味でした。あと、トーラは、最後にちゃんとシラシラが来ました。はい、これで保存料ゼロ、着色料ゼロっていうのはちょっと安心ですね、親の目線でも。こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。